確かこっちの方に来たはずだが。うわー、あ、いたいた。このハムル、もう蜂はいないってばよ。助けてー。だからもう蜂はいないって。ギギギギギ、空屈人形、あれは戦闘用、戦闘練習用の空屈人形だ。この森は壊れた空屈人形がうろついているところだったのか。壊れた空屈人形がうろついているところだったのか。そんな場所あるのか。襲ってくる空屈人形から、このハマルを守る。このハマルは攻撃ができないので素早く助けに行かないと危険。このハマルを守りながら空屈人形を全て倒せばミッション終了。やりますか。実はこれ3回目です。でね、挑んだんやけどね、加点食ってね、レベル10ぐらいね上げてきました。さてこいつらはね、確か上の方に行くから、ちゃっちゃかあれ取りに行きますか。そう、めちゃくちゃね、移動範囲ね増えました。チャクラもめっちゃ多いし、瞬身瞬身、あ、ダメなんだね。じゃあここでやったら移動だな。移動でこれ戦おう。見て、バチクソ強くなってるんでね、これも組み手でいいでしょう。で、ナルトがここで分身かな。あれが空屈人形、噂には聞いていたが。噂になっとったんかい。かかってこいってばよ。攻撃ができるよね。お、ナイス、一撃強え。私影分身ね、消えるとね、すげえ火力落ちるからね。兵糧丸、オッケー、振りましょうか。火薬で、サスケが、ダメージ与えておきましょう。で、どっちに行くかやけど、まあこんな場所でいいかな。人形だからって侮れないわね。ちなみにこのハーマルはね、2回攻撃を食らうと戦闘不能になりますので、1発は大丈夫なんですけど、2発目がやばい。支援入れてえなー。こうかなー。オッケー、さくら先動かして、区内倒せるね。オッケー。じゃあ豪華球いきますか。カトンをね、2回選ぶとね、豪華球になるってのね、知りました。いいダメージ。お、倒せるんじゃね。うん、強い。お、キャラポイントめっちゃ上がるね。
区内煙玉起爆札鋼の石エキス。もう大丈夫かこれ。あの変な人形はもういないってばよ。大丈夫でございますかお孫様。あ、メガネ教師何しに来たんだなこれ。お孫様が心配で見に来たらこんなことになってるなんて。カカシ君がついていながらお孫様を危険にさらすなんて。カカシ先生とエビスマルは同期とか、まあ、同じ世代やっけ。え、カカシ先生より後輩じゃないんか。エビスマルじゃねえ、エビスって。あー、同期っぽい感じなんか。アスマとかと一緒なんかね。カカシ、アスマ、くれないあたりと一緒なんかな。さあ、お孫様、もう帰りましょう。やだー。こら、ムッツリスケベ。このハムルが嫌がってるじゃねえか。君がしっかりしてないから、こんな危険なことになるんでしょうか。さあ、お孫様、帰りましょう。こんな奴に術を教えてももらうまでもない。お孫様、行きますぞ。やだー。影分身、あ、これはまさかハーレムなんじゃね。うん、私が何度も引っかかるとでも思って。変化。ハーレムの術。アヘアヘなんや。文字にするとアヘアヘなんや。風じゃないわよ。何バカな術やってんだよ。意外性ナンバーワンやからな。さすが兄ちゃんだこれ。ざっとこんなもんよ。あんたレディの前でなんて術使うのよ。ごめんさくらちゃん。兄ちゃん今の術も教えてくれ。よし、いいだろう。まずはそこまでじゃ。ナルト、お前はなんで術をこのハマルに教えようとしとんじゃ。あ、ジジイ邪魔するなこれ。別にいいじゃんよ。さあ今日は帰るぞこのハマル。まだ教えてもらってないぞこれ。これでカカシたちの任務は終了じゃ。ちなみに狙われているかもしれないというのはまだはっきりとはわからんが、おそらくデマである可能性が高いの。デマですか。どうも最近こういういたずらが多くて困ったものじゃ。いたずらヒヤヒヤして損したじゃない。とはいえ状況がはっきりするまで何かあった時は頼むぞ。余計なお世話だこれ。だけど蜂と変な人形が出てきたらまた兄ちゃん頼むぞこれ。もう蜂も人形も勘弁だってばよ。じゃ帰りますか。任務が終わるんならこのハマルに術を教えなくってもまあいいってばよ。それではおかげさま失礼します。結局私たちは蜂と人形と戦っただけだけどね。くっそ、絶対いつかハーレムの術を教えてもらうぞこれ。ハーレムの術なんぞこのハマルが覚えたら刺激が強すぎて身が持たんわい。おっちゃん、味噌ラーメン一つね。へいよ。ナルト、お前もラーメン食いに来たのか。あ、イルカ先生、味噌ラーメンお待ち。来た来た。プハー、やっぱ一楽のラーメンは最高だってばよ。どうだ、ちゃんと修行してるか。イルカ先生そんなに心配しなくてもちゃんと修行してるってばよ。でもさ、もっと強くなるにはまだまだ修行が必要なんだってばよ。そうか、よし、もっと強くなりたいのならこれを使ってみろ。強化素材小麦粉。なんでこれもらっていいの。あ、大事に使えよ。俺にできることはまあこのぐらいだかな。サンキューイルカ先生。じゃあ俺はそろそろ行くぞ。待って、俺も行くってばよ。小麦粉もらいました。失礼します。おお、カカシたちか。ねえ、次の任務は何だってばよ。ナルトたちの次の任務は芋掘りの手伝いだ。え、芋掘り、また地味な任務か。こら、地味とはなんだ。芋掘りだって大事な任務だぞ。だって芋掘るだけだろ。そんなの忍者じゃなくったってできるってばよ。
芋掘りは下人なら誰もが行う大事な任務じゃ。そこによるかかしだって下人の時は芋掘りをしたもんじゃ。かかしってでも10歳でアンブとか入ったんだろ。お、本当かかし先生、芋掘りまずいぞ、やったかどうか思い出せないな。ねえ、速攻アンブ行ったもんね。なんて答えるべきか。もちろんやったぞ。ああ、芋掘り任務はもちろんやったぞ。かかし先生も芋掘りしたのか。そうだ、芋掘りをやったからこそ今の俺があるんだ。でもさ、俺ってば芋掘りなんてしなくても強くなってみせるってばよ。今のナルトには馬の耳に念仏だったみたいだな。全く仕方のないやつじゃな。サスケとサクラはこの任務に不満はあるか。私は別に。サスケはどうだ。任務は任務だ、俺はやるぜ。ああ、任務やからな。俺はやんねえってばよ。まったくいつまでただこねんでだ。困ったもんじゃの。それじゃあナルトを置いていきます。私たちは先に畑に行ってますんで。ということはサスケくんと二人きりメルヘンゲットのチャンス。早く行きましょう。おい、離れろサクラ。ちょっとサスケまんざらじゃないかもしれない。俺は行かねえぞ。いいのかナルト。やっぱ俺も行くってばよ。結局行くんかい。忍者には慣れたものの、ナルトはまだまだ子供じゃの。よし、畑に着いたぞ。サスケくん、早速芋掘りしましょう。分かったから離れろって。二人で一つの芋を掘ったりして。これが初めての共同作業ってやつ。一人浮かれとんな。やっぱ俺も来たってばよ。サスケなんかより俺と芋掘りしようね。ね、何しに来たのよ、なると。あんたはずっとすねてりゃいいのよ。まあいいね、ギャグ会っていうんかね。謎の声グオー。なんやろ、獣系かな。なんだこの声は。畑の方に何かいるぞ。何か動物みたいね。畑を荒らされるとまずいな。芋掘り前のウォーミングアップも兼ねて、あの声の主を追い返してこい。そういうことだったら任せてくれってばよ。行くぞ。芋畑に向かってくるクマ2頭と戦う。クマは近づいて攻撃してくる。クマ2頭のスタミナをゼロにするとミッション終了。クマか、やべえぞクマは。げこいつはクマだってばよ。クマはね、相手にしちゃダメな気はするけど。下人か。なんかボルトもそうやったっけ。ボルトも芋掘りってクマに出会ったんやったっけ。とりあえずアイテム回収いきますか。とりあえずアイテム回収に行きましょう。瞬身の術。ナルトとサクラでアイテム回収に行って、サスケ真ん中突っ切るか。とりあえずアイテム回収。煙玉。鉄の羽。挟まれるとしんどいけど、まあ別に構わん。あ、いける。お、これ裏取りできるんだね。あ、すげえな。お、クマ200万あんの。強っ。じゃあ5下級でいこう。てぇ、アンチ69も食らうんか。グオー。クマには死んだふりが有効って本当かな。多分嘘ね。死んだふりしたらクマの思うツボだわきっと。
回なんで死んだふりなんやろうね。距離2は何やろうか。区内か。区内とかじゃないとダメか。倒せないじゃないか。さくらギリ届くな。これ倒せるね。これはもうカトンでいきますか。カトンからの区内。いいダメージ。暴れになって。区内で一撃いけるかな。あ、区内ないか。十字手裏剣。両刃手裏剣。十字手裏剣でいいか。さすがに耐久値高いな。あー、サスケで取りたい。とどめを刺したキャラクターにね、多く経験値が入るので、とどめはなるべく、ちょっと割り振っていきたい。クマが森の奥へ逃げていくぞ。なんとかクマを追い返せたみたいね。お前ら良くなったな。よし、ちょっと休憩するぞ。休んだらまたここへ戻ってこい。じゃあ気を取り直して芋掘りを始めるか。お、イノやん。こんなところで何してるの？お、おい、離れろ。稲豚、サスケくんに何してんのよ。サスケくんったらもしかして私のこと待っててくれたとか？ちょっと軽く無視してんじゃないわよ。うっさいよね、さくら。邪魔しないでよ。なんでこんなところにおバカトリオのイノがいるんだ？お、説明来た。いつもさくらちゃんと喧嘩してるさくらちゃんのライバル、サスケ。サスケおバカ。お、鹿丸もおるんか。おい、いいの、さっさと任務を終わらせて帰ろうぜ。鹿丸、あんたは黙ってなさい。鹿丸、あんたは黙ってなさいって、なんか作中何回も出てきた気がする。ったくめんどくせえな。鹿丸な、めっちゃ賢いんやけどな。なんだ、鹿丸、お前たちも芋掘りしに来たのか？芋掘り？なんで芋掘りなんか、芋なんか掘らなきゃいけねえんだよ。お、アスマやん。ここいらで最近クマが出るみたいでな。俺たちはクマを撃退する任務中だ。クマなら俺たちが追い返したってばよ。何？本当か。ああ、クマなら山に帰っていったぞ。お、や、お、じゃあ任務終了か。ち、仕方ねえな。じゃあお前たちも芋掘りの手伝いをしろ。はあ、そんなめんどくせえことなんでやらなきゃいけねえんだよ。いいじゃんいいじゃん、芋掘りやろうよ。芋掘りなんかやんねえって。芋いっぱい掘ってさ、いっぱい芋食べようよ。お前さっきまで熊鍋で騒いでたのに今度は芋かよ。芋長寿。大体ポテチ食うよね。まあ長寿もこう言ってることだし。そうだ、カカシのチームと芋掘り競争してみるってのはどうだ。なんだそりゃ競争って。さくら、あんたには負けないわよ。私だって稲豚なんかに負けるもんですか。デコリン。何よこのデコリンが。焼き芋、芋ようかん。芋ようかんって食ったことねえな。お芋、芋。おいおい、こいつらすっかり芋を掘る気満々じゃねえか。じゃあ気を取り直して芋掘り説明するぞ。全員畑に集まれ。イノチームと芋掘りで対決する。葉っぱが生えているマスに芋がある。上に立つと芋が手に入る。15ターンの間に芋をイノチームより多く取るか、命チームを全員倒せば勝ち。ほう。お、芋。多くと、いやー、アイテム欲しいな。
一回倒してしまった方がいいんじゃね。あのアイテム欲しいな。よし、それでは芋掘り始め。速攻叩いてみるか。63ダメージ。さくらがっつり進んで、ここから瞬身だな。瞬身で一気に行こう。とりあえずアイテム優先。でもサスケもちゃっちゃと倒してしまいましょう。お、新天神とか使ってくんの。これは乗っ取られる、あ、乗っ取られるんや。やべえ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 、これやべえ。影真似の術、これやばいな。マジか、バインドかこれ。痛えなこれ。いいな、あんたには絶対負けないわよ。あんたおしゃべりしてる暇なんてあるの。バカね、分かってるよそんなこと。やべえぞ、強えぞ。サスケは動けんもんね。ナルトも動けんのよね、新天神。いや、行ってえな。バイカの術、カウンターか。あ、あれしたらよかった、代わり見したらよかった。まあまあ芋はね。さくらしかまともに動かせんからな。バイカの術チャクラいらんの。いや使うよね。うん、鋼の石、これラストターン、なんとか耐えてくれ。やばい、お、うちなる桜発動。今今今長寿のやつ、ちょっと近寄りにくいオーラ出しまくってるな。まだか。あ、でもこれ鹿丸も止まるのか。あー、なるほどね。新天神、え、マジか、まだ新天神あれすんの。まあまあ、まだ大丈夫、まだ大丈夫。まずは鹿丸からいきますか。
倒しゃいいんだよ倒しゃ。影分身したいけど、いやここはちょっと待った、先に桜だ。でクナイ投げよう。オッケー。で影分身だ。光線とね、守られたりするからな。芋食べたい、芋食べたいで倒れていく長子。変わり身やったか。私と一緒に芋掘りしましょう。だから寄るなって。これでとどめだな。やっつけた。よし、お、めっちゃ経験値くれた。陰足結び、起爆札、鉄の羽、清らかな水、美濃鹿丸庄司か。お、アスマも。俺たちの勝ちのようだな。しゃあ、見たか、イノブタ。き、悔しい。僕たち負けちゃったの。じゃあ、お芋は、焼き芋は。残念ながら、芋はお預けだ、庄司。そんな僕の芋が。熊は先にやられるわ、芋掘りでは負けるわ。俺たちいいことなしじゃないか。まあまあ、しかもそういう日もあるってばよ。つうかお前に慰められるのはなんかムカつくな。ふう、かかし、芋掘りは俺たちの負けだ。よし、お前ら今日はもう帰るぞ。ああ僕の芋が。ああ疲れた。次は絶対負けないからね、覚えてなさい。てこい、賑やかな奴らだな。負け豚の犬豚が。よし、お前ら今日はよくやったな。褒美と言っちゃなんだが、勝利の記念にこれをやろう。小麦粉、さっきももらったぞ。サンキュー先生。なんか今日は気分がいいってばよ。うん、よし、任務終了だ。さあ帰るぞ。